春ツアーが決定しています。もう私たち日々リハーサル始まっているんですけども、はい、どうですか意気込みの方は。いやもう早くやりたいね、うん、やりたいです ね、 ね、あと1週間あと1週間です2週間か2週間ちょっとありますけど、待ちきれない、はい、待ちきれない。そうですね、今回はですね、ファイナル、ツアーファイナルが6月の29日にありまして、場所がですね、パシフィコ横浜国立大ホールといって、いつもキュートでやる会館よりもちょっと広めになりましたの で、ね、ここをね、ぎっしりちゃんと集めて次、キュート武道館を目指して、武道館の下を新曲リリースになりました。新曲のクレイジー完全な大人を聴いていただきたいと思います。はい、
記念すべき200回目の公演となります。ツーベースできるくらいをね、目標に取ってきて、まずここまでたどり着きました、キュートでございます。もちろんここがゴールではなく、さらなる飛躍をしてもらいたいと思うわけでございますが、そんな過程の一つとしまして、キュート初の海外単独イベントが決定しました。題して、キュートキューティーサーキットボヤジュアパリ。2013年7月5日フランスはパリで行います。今年のキュートは攻めます。引き続きキュートへの熱い応援よろしくお願いいたします。もっともっと頑張ります皆さん、ね、イエイ。ではメンバーはこれを見て一人ずつ意気込みの方をよろしくお願いします。そして得意なものまでもお願いします。以上、行くでしょう。あとは何といっても伝統ある場所で大好き
このまま5人でスキルを上げて、日本武道館の何恥じないような、パフォーマンスができるように、9月10日まで、磨きをかけて頑張っていきたいと思いますので、皆さん、9月とか平日かどうかちょっと分かんないんですけど、平日か、平日そうだね、だけど、今からスケジュールを上げといてください。そして時間がどうぞ、ぜひ足を運んでもらえたらと思います。よろしくお願いします。先ほど MC で武道館目指して頑張りますのでって言ってたのに、今こうやってなんかメッセージが届いてびっくりしてるんですけど、いやー嬉しいですね。嬉し涙ってパッと出るね。最高の涙ですね。最高の涙ですね。最高だね。でも最高の涙の中に自分、冷静な自分がいて、今普通にこうやってお買い物してる人たちは私たちのことをどう見てるんだろうって思っちゃったんで、今普通にこうやってねお買い物してる人たちも日本武道館に来てもらえるように、9月10日まで行けるともっともっといろんなところにね出演して、はい、どん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 、それこそ愛にも言ったようにチーム9等を増やしてソールドアウトできるように頑張りたいと思いますので、皆さん時間かけてください。ありがとうございます。はい、いや本当にどうしようね、どうしよう、もう本当に信じられないんですけど、いやでも夢じゃない。そうですね、一番最初ね、メジャーデビュー決まって、まだ単独ライブができ、もうできなかった時から比べて、あ単独ライブができるようになったってなって、で今回のツアーではパシフィコ横浜ということで5年ぶりにやらせてもらうんですけど、それでもすっごく大きいしどうしようみたいな、すごい嬉しさの半分埋めるかなっていう不安とかもありつつこう来てたんですけど、まさか武道館行けるなんてね。いやでもずっと言ってて、キュートはもう本当に何年も前から言ってて、いつか日本武道館に立ちたいっていう話をしてて、そういうのをこう口で言うようになってからは、周りの人たちもじゃあそこ目指して頑張ろうみたいな、ファンの皆さんとかも、いや一緒に支えるよとか背中押すよみたいなことずっと言ってくれてたんで、いやもう本当に皆さんを武道館に連れて行くことができて本当よし、あ、じゃあせーのって言ったら